あふれる美と健康情報。そんなのなかったよね。番組が言ってくれた。はい、こんばんは。始まりました。もうタイトルコールがなんか最初から入るって今まで なかったよね。なんか嬉しい瞬間してきてて、でもやっぱり番組名をちょっとじゃあメイン MC の、はい、はい、ですね大丈夫か、今夜も笑みがあふれる美と健康情報始まります、はい、はい、よろしくお願いいたします。メイン MC の広島由香です。はい、サブ MC の渋谷区のトムと申します。よろしくお願いいたします。今日はね、いろいろなゲスト、いろいろじゃないや、はい、いろいろゲスト、すごいゲストをお招きしております、はい、その前にですね、その前にこれ感染の、はい、はい、私たち今マスクしてないんですけれども、はい、ちゃんとここでですね、オゾントレールっていうオゾンを出しているので、はい、今日マスクなしで放送させていただいてます、はい、であとは検温の徹底、はい、スタジオ内の消毒、ね、はい、スタッフはマスクの着用をしております。はい、はい、はい、36度6分。6分。はい、私36度3分。3分。ゲストが36度0分ということで、はい、3分ごとに、決まっております。全く脈絡もない話すいませんですが。はい。いいんです、いいんです。はい。で、まあ、メイン MC の、はい、広島さん、本業は、あ、本業は、はい、骨を触ってます。骨を触ってるということで骨セラピー、セラピストということで毎回もこれから、はい、ね、何回も、放送させていただいたんですが、はい、骨をこう整体していくというかセラピルというか、そうです、骨の骨格も、はい、まあ、正しいポジションに直してあげて、もちろん筋肉に対してのアプローチもするんですけど、まあ、正しい体の使い方まで、女性スタッフで、はい、させていただいてます。女性スタッフ、これでかいですね、はい、そうです、はい、はい、まあ、はい、いろいろな、はい、年齢層がいます。あ、もうね、そういう方々がそういう、もう普段の我々ちょっと癖ついてるじゃないですか、はい、こうやって座っててもちょっとこう曲がってるなっていうのを感じてられると思うんですけど、はい、なんかこう運転してる時も運転する姿勢とか、ね、ちょっと癖がついちゃって、うん、それがやはり良くない。そうですね、はい、日頃の動作で今の、うん、まあ、ずれてるお体を、はい、まあ、ご自身が作っている状態なので日常動作改善までしてあげることが、はい、まあ、動作改善、そうですね、動作改善ですよ、すごいですね。いや、動作改善、はい、はい、動作を改善していくそのままやな。今日はツッコミで、なんかボケとツッコミでいいですね。いやいやいや、まあ、動作というかもうちょっとそのなんていうのか、行動、行動というか、そうですね、まあ、動作ですよね、まあ、体の使い方だったりとか、はいはい、使い方ですね、はい、素晴らしい。でもやっぱり椅子とか、まあ、パソコンの高さだったりとか、はいはい、まあ、そういう、ね、はい、ことも、まあ、直していった方が早いかなとは思うので、逆に今皆さん大体こう 低めでやってらっしゃるんだけど、結構低いですね、うん、やっぱりそれは低い、見てて低いです、低いです。じゃあ高い方がいいんですか。まあ、こんな高いとはあれですけどまあある程度ちょっと肩の線とか何どの辺が理想かなってちょっとお聞きしたい。まあ、もちろん画面はお顔の正面が一番ベストです、はいはい、それかお顔そのまんまで黒目だけをちょっと下げたら、はい、まあ、ここら辺ぐらいまで落とせると思うんですけど、はいはい、首は下げない。そうです、首はそのまんまになります。黒目だけってことですね。そうです、黒目だけ、この自分が移動できるこの範囲内での画面がベスト、まあ、視点を下げるという意味で、はい、そうです。で、このキーボード、はい、手の位置に関しては、はい、こうちょっと一瞬回していただいて、はい、こうストンって落ちたところ、はい、で、あ、そうです。なので正直結構手前、はい、手元が近いんですよ。ですよね、なんかそんな感じですよね、はい、なんですけど結構お客様の話聞いてると、ここに書類があって、キーボードがこっち側なので、もう脇が空いてる状態なんですよ。そうすると肩がもう入っちゃってるので、あの首が一緒に、え、そ、一緒にそうそうそう、それ専門用語ですか、肩が、なんだろう、肩が巻いてるって言えばいいですか、巻き方、余計専門用語なんだ気がしますけど、はい、はい、なので、あ、まあ、そういうね、本来はキーボードは、うん、
画面とデスクトップとは別の方がおすすめはしてるんですけど、まあ今 Bluetooth で飛ばせたりするので、はい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 、はい、それがやっぱ一番ベスト。一体型よりはちょっと一体型よりかは前にあってっていう、はい、でも大抵の方がそういう位置にないから癖づいちゃうってことですよね。そうですそうです。それが動作改善っていう。まあそれは姿勢改善か。動作改善だともう歩き方か、はい、歩き方とか。そういうことですよ。動作というのは何か動かなきゃいけない、そう動く感じ。でこの姿勢は姿勢ですよね。静止してる状態ですね、うん、だから指の動きまでは何でやるんですかね。指の動きは人それぞれですね。人それぞれですね、まあ、そこまで僕はこうですからね。あそっか、はい、トモさんはこうですもんね。そうそうそうです、そっかそっかそっか、はい、あそこはまあ姿勢の方をこうこっち中心にお話をしてます、 いですね。ちょっと今度指までがちょっと見てみますね。ですね。じゃあそのセロピっていただくためには、はい、ネットで検索をすると、はい、検索なんですけど、いつもの骨、渋谷グランツでぜひ調べてください。調べていただいてネットでこうやって出てきて、はい、まあ、あのそしたらコースとか出てくるわけですね。はい、コース出てきまして、お試しコースから、そうです、たっぷりコースまでっていう、あそうたっぷりコースまであります、はい、ぜひあの皆さん検索していただいて、はい、あのまあ、姿勢改善、そして、はい、動作改善を そこまで指導していただいたら、なんかこうね、あのだん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 人ってこう癖づいて、はい、やっぱ変わっていきますね、まあ、年齢がいくとともにちょっときつくなっていくじゃないですか、その行動自体が、うん、でそれがこうちょっと改善されていくのかなってちょっと思いました。はい、うちのスタッフでも可愛くちょっとハードですけど、はい、まあ、皆さん全員笑顔で待ってます。い、ね、はい、よろしくお願いします。骨、渋谷グランツということでよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ちょっとじゃあ今度私ネタよろしいですか。はい、もちろんです。私 ね、はい、私はですね、異業種交流会、まあ、はい、なんか参加されたこともあると思うんですけど、はい、一緒にトムさんと渋谷区のありますね、サウスウィンドという異業種交流会をさせていただいてます。おー、はい、サウスウィンド、まあ、サウスウィンド、南風というね。かっこいい。サザンウィンドじゃないですよ。サザンっていうのなんかちょっとあれしたんで、なんかサザンウィンドの方がいいんじゃないかみたいなことを言われる方もいるんですけど、はい、サウスウィンド、南風、まあ暖かい風をこう皆さんにこう届けできるような異業種交流会になればと。いい、ね、ただ今このコロナで、まあ、まあ、中止というか延期になってて、はい、まあ、いろんな方がいらっしゃいます。私の心理カウンセラーの先生だとか、うん、それから、まあ、もちろん広島さんみたいなセラピストの方、あと、まあ、学校の先生、それからご住職、はい、まあ、いろんな方が来て、でいろんなこう交流をしつつ、皆さん自己紹介の時にこうちょっと悩みみたいなの言うんですよ。実はこんな、ちょっとこんなことで行き詰まってんですよねって言ったら、ちょっといろんな参加者いるじゃないですか、はい、心理カウンセラーの人がこういうアドバイスしてみたり、はい、それから、まあ、ご住職ならご住職なりのこう、はい、なんていうかアドバイスをしてくれたりっていうので、う、まあ、ぜひね再開したいなと思ってるんで、皆さんですね、ちょっとそこの中の、YouTube がありまして、獣院一話というお話をしてくださっているその YouTube があってですね、獣院というのは、木という字、樹木の樹、難しい方ですね、はい、樹木の樹に影という字、はい、で獣院、そして一つの輪っていうことで検索していただければ、獣院一話、もう ここだけです。これをちょっと検索していただければ、なんか心の話がこう見れるかな、ぜひしていただけたら面白いかなって思います。はい、獣院一話です。獣院一話、はい、獣院一話というそのところでいろんなこう、はい、なんとかご法話がされているので、これがサウスウィンドウのメンバーの一人の方がやられているので、ぜひ住職さんでしたっけ、ね、大きなあのお寺 その一番偉い方がやられているので、はい、なかなか普段聞けないような話、僕も聞いてちょっと感動してしまったんですけど、ちょっと聞いたかも。そこはなかなか、あ、ですか、うん、トムさんから教えていただいて、あ、かもしれないですね、前ね、昔、まあ、ぜひ、はい、なかなか、ぜひ、すごい、私も多分、すごいって思ったことがよかったです。これぜひあのサウスウィンドとともに今日ご紹介したいなと思いまして、はい、はい、ではですね、早速、はい、後半へ、行ってみたいと思うんですが、後半というか、はい、後半 の前ぐらいな、ね、で曲を入れさせていただいて、うん、今日のゲストですね、はい、今日この今おかけする、曲を歌われている方が今日ゲストでお招きしてゲストにお招きしております。噛みましたね。では、曲の方、栗山亮太さんリアルビクトリーをかけたいと思います。ミュージックよろしくお願いいたします。どうぞ。
散る汗を太陽が焦がすほど走った人いてつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人もいくつものドラマを背負いこの場所に君は立っている今へるを雪に変えてあの空に羽ばたいてゆけさあ燃やせ君のハートそのさそれがリアルビクトリーその情熱でみんなの肩を押してゆくんださの向こうに夢を描いた人なくした足の自由を越えて新たな夢を手に入れた人もそれぞれのゴールを目指しそれぞれの輝く君のその姿がみんなの心を照らしてゆくから支える家族仲間たちがいる迷わず君は信じた道を進めどんな山もそれがリアルビクトリー倒れても起き上がれる熱い想い胸に抱いてをさあ燃やせ僕のハートそうさそれいやー素敵な曲でした。これね何回かかけさせていただいてるんですが、はい、今日はその本人がご登場ということで、じゃあ紹介お願いします。はい、
あの全盲のシンガーソングライター、はい、栗山龍太さん。龍太さん。龍太さん、はい、間違えました。龍太と書いて龍太さん。龍太さん。はい。間違えました。よろしくお願いいたします。今日は初登場ですね。初登場というかまあ皆さんが初登場なんですが、はい。はいはい、今日はねわざわざ来ていただきまして、はい、わざわざ、はい。もしかしたら今日はなんかね生歌もあるかもしれないし、お笑いもあるかもしれないということで。はい、笑いもあるかもしれない、はい、そうですね、いやいや本当にありがとう、今日よろしくお願いいたします。与田、はい、さんね、はい、今日今曲を書きさせていただいて、この番組の最初の時も書きさせていただいたんですけど、はいはい、この曲にまつわるそのなんとかエピソードとかっていうのをお話しいただけますか。この曲は、はい、はい、パラアスリートを制限するために作ったんですけど、自分学校の教員をやっていて、はい、まあ、医療系を教えているんですけど、先生もやられてるんですよね。その生徒の中に実はパラリンピックを目指してした人がいて、おうおうおうおお、あ、そうかそうか、そのやっぱり目が50になってる。そうなんですね。その人にですね、はいはい、いや僕はパラリンピックとオリンピックって2つあるけど、なんか両方あるから余計壁作ってんじゃないのみたいな話をしたんですよ。そんな、はいはいはい、なんか無知なことをちらっと言っちゃったら、あ、いやでもね、最初は生徒に説教されちゃって、それが生徒さんで、そうなんですね。って言っても僕より4歳ぐらい下の生徒なんですけど、医療系なんで結構年が上な下もいて、まあね、その、はい、でまあ、ある程度年になられて入られる方もいらっしゃるということで、そうそう、はい、それで、なんか、はい、そろそろ先生も腐ってないで、あら腐ってたって先生腐って先生腐っちゃダメじゃないですか腐ってないで歌でも作ったらって言われちゃったんですよ。そしたら、ま、でもずっと音楽をやってらっしゃったんですか。もうちっちゃい頃からね僕やってて、それで、なんかパラリンピックっていうのがあるから僕たちの輝く場所があるんだよっていうのをなんか切々と解かれちゃってですね、それは作るしかないかと思って、じゃあその時ハートが目覚めたというか、そうなんですね、もうそこから作るかってやっと、ね、思って、すごいこう前向きでね、素晴らしい歌で何回も書き直したんですけどね、でもじゃあずっとやられたってことは、はい、リアルビクトルの前にもこう作詞作曲とかっていうのはされてる。そうですね、もう中学校ぐらいから曲は作ってるんで、中学校から。意外に曲はね、変な歌いっぱいあります。変な歌いや変な歌ってどういう変だったんですか。例えばね、僕が中学校の頃はイカ天なんていうのが流行ってた頃って、イカスバンド天国ですよね。それの頃はなんかね、はい、牛肉 100g っていうスローバラードをね、なんか歌ってたりとかですね。牛肉、この世で一番不幸な男っていう変な歌を歌っていたりとかですね、なんか変な歌いっぱい歌ってたんです。それで何、腐ってたというか。いや、いや普通に教員してたらなんか腐ってるように見えたんでしょうね。あ、でもその歌はでも やられてたんですよね。歌はねずっと歌ってて、そうなんです、はい、でその、まあ、変な歌というかあれ、まあまあ、なんか最近そんな変なのは歌ってなかったんですね。暗かったんですか、それとも。いやなんかどっちかというと歌をね、ちょっと、そんなにやらずに教員やってたんですよ、2、3年。なぜなら2丁目の盲導犬が引退して、ちょっとなんかね、犬がいないと、ステージにあまり呼んでもらえなくなっちゃって、あら、普通に教員をちらちらやってて、そこに来てなんか腐ってるように見えちゃったね。じゃあ今2代目の3代目 の, 代目のアンジーちゃん、なんか今生き生きしてる、めちゃくちゃ美人、ね、PV にも映ってましたけど、はい、アンジーちゃんがじゃあ3代目で、そうなんです。じゃあアンジーちゃんの相手がちょっと いなかった。そうなんですね、そこがねちょっと相手なんか腐ってるように見えちゃったんですよ ね、多分ね。あ、生徒さんだからね。いやでもそれもそれできっかけの言葉を ねいただいたから、そうそうそう、いいですね。そうなんです。じゃあそういうことで作られたということで、そういういきさつがありまして、やっぱ壁ができてるんじゃないかっていう、ぐらいの知識しかなかったんですよね。ねえ、そんなことだったんです。でもね、そうやって応援歌ということで、今賞までいただいたということで。そうですね。なんか、去年、有楽町の国際フォーラムで、湯川玲子先生、ね。はいはいはい。すごい有名な作家、ね。作詞家ってなんかちょっとどっちにしようかな、曲と行くか詞と行くか、作詞家さんですよね。作詞家さんですね。その先生恋に落ちてとかね、有名な歌いっぱい、ね、訳したりされてて、何賞をいただいたんですか。はい、
楽曲賞っていうのをもらって、ピザ1年分っていうのをピザ1年分、あ、ピザ1年分か商品が、そうなんですよ。ですか？え、食べきれました？いや、それがね、4ヶ月分ぐらいしかなかった。え、それ大丈夫ですか？いや、それ、これ言っちゃっていいんですか？これ、いや、ここでクレーム、いや、クレームじゃないですよ。なんか1年分のあれが4ヶ月だったそうですよ。いや大丈夫ですか？嘘になってる。いや、それでもね、なんか、コロナの前だったから、マラジマンションの子供たちがね、いっぱい食べに来て、ガツガツ食べちゃいましたね。え、いっぺんに4ヶ月分取っとくんですか？4ヶ月分中だったらいつ取ってもいいんですよね。はい、ああ、うん、そういう、じゃあ取りたい時に、はい、まあ、電話をして配達して、でも毎日はピザ食べれないですよね。そうですよね。そうするとちょうど1年ぐらいかけてぐらいいくかも。やってたらちょうどコロナになったから、まあね、集まって食べなくなったから、やっとなんかね、落ち着いて。あ、そうか、ちょうど1年前でこう食べきるか食べきらないかの時に今のコロナ禍になってきてっていう感じですかね。4ヶ月終わったと。あ、でも商品聞いてなかったからすごいですね、それね。賞をね、取ったというお話はちょっと、ね、あの小耳に挟んだんですけど、ピザの賞ですよね。ああ、他にどんな商品があったんですか？そすごい、他の方とか、他のなんかね、なんかグランプリは30万円もらってます。ああ、まあ30万円の方が絶対いいですよね。いや、でもまあグランプリなんであれだ、ね。まあそうですね、比べるとちょっと。そうですね。1年ピザ食べても多分30万円いかないです、ね。ああ、まあね、今ちょっと高いっても1800円ぐらいの感じですかね。そうなんです。いや、でもその面白い話を。面白い。頑張って食べましたけど。で、その、まあ、楽曲賞を、まあ、あの取りになって、はい、そこからなんかやっぱりその、そうですね、オファーとかって多いですか？そこから少し出てきてですね、なんかあと、教科書の副読本に合唱譜面がこれ載ったんで、すごいですね。すごい。近くのね、中学校の先生とかに歌ってよって言えば、あ、そういえば乗ってたねって言ってもらえるような感じになっちゃった。すごいですね。嬉しいですね。それがめちゃくちゃ嬉しいですよね。じゃあ一般的に全国、子供たちが知ってるってことですか？一応ね、全国日本中巻いてくれたから。すごい、嬉しい。それがね、良かったですよ。で、やってるうちに、今年は夏に、8年連続金賞の幕張総合高校が、はい、合唱コンで歌ってくれたり、合唱コンでその曲を、うわ、結構泣けるんですよ、リモートで歌ってて。あ、すごいですね。それが動画でね、上がってて、結構、ね、でも作った方にしてみれば、そう、嬉しいですよ、いいことですね。腐っててよかった、腐ってて、ですよ。そうだよね、腐っててよかったですよ。腐ってたからそういう声をかけてもらえるように見えただけですからね。何が幸いするか分かりませんよね。そう、腐っててよかった、すごい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 。そう、今年の秋にはですね、はいはい、今度はアルファロメオってイタリアのね、はい、車ですよね。そこがスポンサーになってくれて、はい、あのシーザーライトっていう形で、はいはい、あのオンライン配信が先月、やっていただいたので、配信をされてるということですか？そうなんですよ。なので、シーザーライトって検索してもらうと、あの今やっぱりコロナ禍で、はい、あの視覚障害アーティストあの活動できてないの で、はい、でそこをアルファロメは救いたいって、ねね、思ってくれて、なかなか男らしい、かっこいい。美談じゃないですか、ね、めっちゃ美談ですよね。それでなんかクラウドファンディングとかしたら、はい、驚異のスピードで、はい、150万円ぐらい集まっちゃって、それを今からクリスマスまでやってですね、あのいろんな障害団体に寄付しようっていう。あ、いい話じゃないですか。それがね、熱いところであったりしますよ。いいお話をね、聞かせていただいて、ぜひシーザーライト検索して、ね、け、あ、その検索してシーザーライト、はい、栗山亮太、ね、リアルビクトリーと、ね、見ていただいて、この3つの単語ですね、それなんか再生すると何かやっぱりこう、あ、普通にね、YouTube なので、YouTube で見ると、一応クラウドファンディングが一応できるようになっていて、聞くとこうなんていうか募金みたいな、いや、そういうわけでもないですけど、多分ね、
あの聞けるだけでいいなって思ったら寄付しようかなみたいなところですね。ああ、そういうところにこう、はい、発展していくという感じで、そういう感じの、それがつながるといいですよね。そうなんです。これでね、ちょっと盛り上げていきたいなと思ってますよ。でもいろんなところでこうね、その亮太さんの曲が聴けるってことが、はい、だんだん有名になってほしいですよね。うん、ね、ちょっとね、腐ってたからね。腐ってたのが良かったなみたいな。それはきっかけです、きっかけです。ね、歌謡ベスト10とかね、あるのか、なんか昔トップ10とかありましたよね。そういうところにね、ぜひ出ていただければね。ちょっと盛り上がりたいですよ。ね、そうですよね。まあ、当然カラオケにも入ってるわけですよね。そうなんですよ、ジョイサウンドにも入ってて。じゃあ行って、まあ、今ちょっとカラオケがね、なかなかこう皆さん行かなくなって、まあ一人カラオケだったらね、一人カラオケでね、ちょっとじゃあリアルビクトリーって入れたらこれが出てきますから、ぜひちょっと一人カラオケで練習して。じゃあ今日カラオケできるってことですか？そうなんですよ、ね、あ、そうですね、じゃあ流そうと思ったら、ね、すごいですね、なんかもしかしたら流れてくるかもしれない。すごい、なんかあと一昨日なんか面白いことがあったって、はいはいはい、一昨日ね、はい、実はあのコンサートが土曜日日曜日、はい、横須賀と名古屋と両方やったんですけど、すごいですよ、この中でコンサート、この中でね、本当感染対策万全でやったんですけど、いやでもね、あの前向きで名古屋の方ですごい面白いことが起こってですね、はいはいはい、僕大体一番最後がリアルビクトリー歌うんですよね、はいはいはい、でその前にいつもあの、ドリームウィーバーっていう曲を、あの太平洋の夢を紡ぐ人を歌うんですけど、はいはい、久しぶりにライブをやったので、それを前後入れ替えてみたんです。おー、ドリームウィーバー最後で終わってみようかな。おー、で僕いつもステージ、アンジーと一緒に登ってるんですよね、はい、で、リアルビクトリーを歌い終わったら、アンジーは1年前の記憶で、さあ帰るんだと思ってるわけです。で、アンジーが立ち上がっちゃって、で、僕が次のドリームウィーバー歌ってる間、帰ろうかな帰る前かなってずっとステージやってたっていうのがね、それが大爆笑になって、あ、迷ってたっていう、アンジーちゃんが迷ってて帰ろうとしてね、見たかった、そこがねすんごい受けて、これはネタだなと思って、いやいやいや、もうネタというかすごい、こうもしそこれが YouTube に上がったらものすごい再生回数じゃないですか。そうですね、絶対そう思うんですよ、それ誰か撮ってた人いない？いや、いないんです。あ、いないんですか。ネタでしかない、ね、見たか、見たかったですね、見たかった。あ、そうか、じゃあ順番がちょっと変わったからって。でも今日もなんかその通りの順番になりそうなんですよ。そうですね、はい、まあ、今日は帰らないので。ああ、そうですね、控え室で、ちゃんとあのウェイティングをしてくださってる、アンジーちゃん、もうちょっと待っててね。じゃあ、そろそろ2曲目いってみますか。はい、はい、そのじゃあ、あの、りょうたさんから紹介をいただいて、ね、今日はね、はい、順番を変えずに、はい、ドリームウィーバーっていう、これ太平洋横断する、はいはい、あの、全盲の、はい、ブラインドセーラーがいるんですけども、その人が一度はあの太平洋横断に、キャスターの辛坊治郎さんと、はいはいはい、あの渡ろうとしたんですけど、クジラにぶつかって沈没したと。で、日本中からバッシングを受けましてですね、クジラとぶつかっちゃったから、クジラとぶつかって、多分その後自衛隊に助けられてっていうのを、何税金使ってんだよってね、バッシングされて、あ、俺も日本に行きにくいなって思ったから、今度サンディエゴに住まわれたんですね、で今度はサンディエゴから日本にこう、はい、横断してくるっていう夢を持たれてですね、そのリベンジをしたっていうことがあって、それはされたんですか？されたんですね。あ、もうすごいですね。その方が僕の実は浪人時代の恩師で、それで岩本光弘さんって言うんですけど、はい、栗山作ってくれよって言うから、嫌だなと思ってたんですけど、僕リアルビクトリーで忙しいから嫌だよとか。ああ、そっか、リアルビクトリーの次の2曲目ってことですよね、そのこう、そうなんですよ、はい、PV になったという形で、だからもうちょっとね、あの、今じゃなかったらなとか思ったけど、あ、まあしゃあないかと思って作ったのはこの曲だったんです。いやいやいや、あ、なんかぜひ聴いてみたいですね。ぜひこの、はい、ドリームウィーバーを聴いてほしいですね。はい、はい、では、はい、じゃあ、はい、ドリームウィーバー栗山亮太です、お願いします。はい、お願いします。
破れた夢はどんな意味があるのか、行き場をなくした熱い思いが今ここに蘇る、誰かがやればきっと未来は変わると信じて、 Never stop, never stop 自分の心に嘘などつけないから、出てあれで、要はあのリベンジを果たしたってことですよね。そうなんです、去年の、ね、4月に渡り切って、そこで、ね、そのっ、ね、だったんですよ、まあ、腐ってた男が作った曲そうなんです ね、 ねいやだいぶ真逆じゃないですか、すごい全然今と違 う、 そ う、 そう、ね、
腐ってたからリアルビクトリーに行ってちょっとなんか晴れたんでね、こんなメロディーが出たんだなとね思いますよね。だってね、夢を紡いでいくっていうことですからね、素晴らしいです。素晴らしい。いや、今までどういう曲書いてきたんですか？僕ですか、はいはい、僕はね、昔腐ってた頃、腐ってた中学校時代はこの世で一番不幸な男とか、おい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 、あとね、牛肉 100g とか、超イカ天時代だったんですね。だから変な歌いっぱい作ってた。いや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 、でも自分一番この世で不幸な男。なんか、いや、逆に聞きたい。ねえ、逆にそれとリアルビクトリーをこう並べてほし、ね、かけてほしいなって。おはよう日本では両方かけてみて。かけたんですか？かけてくれたんですよ。反響ありました？ NHK でね、あ、こんな腐ってた時代がありましたって言って、かけてくれて。NHK でもかけてくれたんですか？腐ってる歌ね。いや、腐ってる、ね、さっき言った名言ですよね。腐っててよかったっていうのがね。腐っててよかったね。もう空いててよかった以上にこう腐っててよかったっていう。ちょっと半分腐ってる方がやっぱ面白いですね。半分腐ってる方が、まあ、人間らしいですよね。ちょっとね。はいはい。味が出る。ねえ、やっぱりそれでその本業というか今先生をされてる、あの進級の先生ってことですかね。そうなんですね。僕は進級を国家試験通るために、さっき骨の話出てましたけど、骨とか筋肉とか、あと内科とか外科とか、そういう医療系全般を教えてて、はい、骨は僕もね一生懸命教えてますよ。いや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 、これまたちょっとすごいな。骨つながりじゃないですか。いや、骨つながりですね。こっちだけ全然つながってないけど骨折したとかそのぐらいですけど、ね、はい、そうだ。新旧って具体的に、はい、まあ私もまあちょっと近しい業種ではあるんですけど、はい、具体的に、あ、そうですよね。新旧ってね、僕ね、あの針灸は、はい、あの刺したりとか、はい、ツボのこととかももちろん教えるんですけど、あの脈を見たりする、あの東洋的な針の経絡治療っていうんですけど、はい、刺し方と、あと西洋医学でね、筋肉とか、はい、神経とかを狙って電気を流したりとか、はいはい、そういうこう西洋的に見立てて刺す方法というのは、あのいろいろあるんですけど、僕は和洋両方、そうなんですよ。美味しいとこ取りするのを僕はずっとあの大学時代から習ってきてるので、まあ、そういう形でね、紹介しつつ、あの勉強を教えたりしていますね。経絡っていうことはツボってことですよね。そうですね、体中に365個あって、それをね、こう暗唱させたりとか、ツボの部位を取ったりとかするんですけど、2008年ちょっとね、部位が変わったりしたんですよね。え、そうなんですか、ね、その WHO でね、なんか中国と、なんか台湾の人とかにね、なんかちょっと、あの日本のツボ間違ってるよって言われちゃって、そうなんですか。そうそう、先に WHO に届けられちゃって、あら、まあ、で日本がちょっと弱腰になっちゃって負けちゃって、それでツボの位置全部変わったから、なんかツボっていうとなんかね、中国4000年歴史みたいな感じはするんですけど、なんかね、明治時代に日本が移し間違えたとか変なこと言われちゃったんでね。あ、そう、事実はでも どうだったんですかね。でもね、そんなわけないじゃないですか。ないですよね。あ、でもそういう逸話ってでも ね勉強されてるからこそ、WHO に先に届けられたから、もう場所変えられちゃったから、僕らも先生も覚え直してるんですよ。なんかね、美と健康情報ということでちょっと健康に触れるコーナーになってきたんですけど、なんか笑いとかっていうのは健康にやっぱいいですね。そうですね、もう絶対笑いはいいですよ。オキシトシン出まくるんじゃないですかね。あれ、なんかお二人やってましたよね。え、そう、昔ね、ちょっとやりましたね。しますね、やりますかね。ちょこっとやりますか。見たい。いや、本当に触りですよ。触り触り。じゃあ、あれいきますか。ね、りょうたさん、なんか最近スランプ、スポーツがなんかスランプなんだって。さあ、人に言えないようなね。何のスポーツやってんの。実は、それでスランプですよ。スイカ割りやってるんです。スイカ割り。スイカ割りスポーツ。そこか。それは、それはでもあれなんでしょう。なんかスランプっていうことで。スイカ割りのね、打率が悪くて。打率当たらないと。スイカに当たらないんです。うわうわうわ。ちょっと待ってください。普通の人よりは、ちょっとあのね、普通が目隠しする人よりは感性が強いと思うんだけど。感がいいし、なんかハンディキャップなさそうじゃないですか。そう思うんだけど。なのに当たらない。当たらない。わかったわかった。じゃあちょっと僕が一つ提案。提案するよ。あのね、スイカよりちっちゃなカボチャ。
確かに練習だよね。かぼちゃでちょっとこうやってみたらどうかな。そこって提案なんだけど。かぼちゃちっちゃい。ちっちゃくていいと思うんだけど。ちっちゃいしね、なんかあんまりちょっと気が乗らないですね。乗らない？なんで？かぼちゃね、ちょっと食べれなかったりする。苦手なんですよね。かぼちゃ嫌い。そこ？好き嫌いかい？そこ？そこです。っていうまあちょっと今半分滑りましたけど、そんなようなネタをちょっとブラックな感じで。いや面白かったです。じゃあもう一度行こうか。なんかさ、りょうたさんさ、ハンバーガーチェーン行ってなんかちょっと最近怒っちゃったことがあるって言ってたけど、どうした？そう、なんかね、メニューに、メニューになんか書いてあった？書いてあったんですよ。なんて書いてあった？スマイル0円って書いてあった。あー、ちょっとこれちょっとブラックっていうか、ね、ちょっとね、目の不自由な方にとってはちょっとあれかなって気がするんだけど、で、なんて怒っちゃったの？ちゃんと日本語で書けよ。そこかそこそこか英語か日本語か、そこそうですよ。っていう、まあちょっと短いね、お笑いをちょこっと、あの、はい、曲の前にやらせていただいたことがあります。そこなの？そこなんですよ。そこなんだみたいなね。ここ日本だからね、はい、日本だわ、確かにいやいやいや、まああの笑いがこうね、笑いがこう、はい、健康にいいということで、ね、関西人なんでね、はい、でもあの骨セラピストさんから見て、やっぱその鍼灸っていうのはやっぱどう映るんですか？はい、そのちょっとこう違うカテゴリーっていうか、そうですね、違うカテゴリーでもあるんですけれども、でもあの近いんですけど、うんうん、やっぱり筋肉が大きい男性とかに関しては、うん、あの針で刺した方がやっぱ速攻性が強いので、針は速攻性があり、まあ、針はね、自律神経をこう整えたりとか、筋をね緩めるのは得意なんでね、でもつながりはこうお互いにこうなんていうのか、ありますよ。理論的なものはつながってるっていうか、はい、そう、絶対 ね、体は一つだからね、まあ、その辺はちょっとこう、ちょっと放送ではなかなかあれなので、そうですね、もう放送終わった後にこうなんか入れていただけると、はい、で今日はですね、はい、栗山亮太さんに生歌をちょっと歌っていただけるというような、この場でめちゃくちゃ嬉しい。でもカラオケあるのかな？カラオケがなかったで、ありますか？ありますかね。あります？あります？おお、わー、じゃあちょっと、じゃあ我々もちょっと歌っちゃっていいですかね。行きましょう、行きましょう、行きましょう。じゃあ、あのスタジオバージョン、リアルビクトリーで、ちょっとじゃあもし、お、流れてる。でした、これですか？これです、これです。飛び散る汗を太陽が焦がすほど走った人、いてつく大地で悔し涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。さあ燃やせ時の後、そうさ、それでにあいビクトリー、とその情熱でみんなの肩を押していくんだ。さあ僕のハート、そうさ、それがリアルビクトリー、君は諦めない、本当の勝利をつかむまでは。ねえ、スタジオバージョン初めてじゃないですか、いいですね、いいですね。なんかやっぱ2人とも通りますね、バーンって。いやいやいや、嬉しいですね。いやー、すごい。なんか初めてこうね、あのお笑いを一緒にやらせていただいたんだけど、歌ったのは初めてで。いや、嬉しい。歌ってくださいよ、どんどん。本当にもうどん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 ね、ジョイサウンドで入ってます。入ってますね、今日も帰りに早速、ね、ジョイサウンド一人カラオケ、一人カラオケでね、一人カラオケだったら今感染の危険もないですし、ね、リスクがないので、はい、ぜひぜひ、
まあ、やっぱり歌詞も素晴らしいですね。ね、もっともっとね、喋っていきたいんですけど、お時間の方はまだ大丈夫ですか？はい。そうですね、まだ大丈夫ですね。大丈夫。はい。あと、じゃあ、健康ということで、健康と美とっていうことで、はい、じゃあ普段から亮太さんがこう心がけてることって何かありますか？僕は、はい、飲みすぎた時はですね、飲むんですか？飲むんですか？急に学生にですね、背中にある上からね、肺部輸血っていうのを順番に押させるんですよ。はい、指圧肺部に輸血っていうツボがあるんですね。はいはい、それを学生さんに、そう、学生に押させると二日酔いが絶対飛ぶっていうね、そういう健康法を僕は勝手にやってて、いやいやいや、すごいですね。ちょっと押せよって言えちゃうんですね、教員だから。いや、そんなこと言わないですよ。実地ですね、実地で。なんかね、先々週もミュージシャンの方に出ていただいたんですけど、やっぱお酒が好きで、なんかね、皆さんお酒飲まれます、ね、なんかその失敗談みたいのがあったんですけど、でも亮太さんの場合は、はい、その酒を飲んで失敗みたいな。失敗はね、僕結構電車で、はい、犬がいないと寝て、なんか逗子までとか行っちゃう時あるんですけど。じゃあアンジーちゃんがいなくて、アンジーがいるとね、ちゃんと僕の住んでるところでね、いや素晴らしい、起こしてくれるんですよ。でもいなくて行動されるってこともやっぱり、いなくてね、いなかった時代ね、結構乗り過ごしたこととかありますよ。そうかそうか、その間とか、うん、なんで腐ってたんですかね。いや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 、腐ってたことね、いろいろな時代をね、乗り越えて今に至っていましたね。結構じゃあ飲んじゃうっていうか、飲んだら、でも次の日はね、だいたい僕一駅向こうに学校があるんですけど、一駅分犬と歩いて学校に行ったら、冷ます感じで、まあ冷ますわけではないんですけど、でもツボをしたら割と、ね、冷めちゃったりするんですよね。その輸血ですか？ハイブ輸血って言ってね、ハイブ輸血、ハイブ、ハイブね、ごめんなさい、ハイブね、背中にある膀胱系っていうのがあって、ツボがあるんですけど、ね、そこちょっと習いたいですよね。でも自分では押せないんですよ。自分では押せないけど、誰かいて押してもらったりするとね、絶対飛びますからね。今はトムさんのお背中を、はい、あ、そうですか、はい、ぜひぜひね、このハイブのね、このラインなんですよ。え、このライン、ここに、ここを上からこうやって順番に指圧させる、肩甲骨と背骨の間です。間ですね。そう、それをね、はい、針でもいいんですけど、ここどっちでもいいんで、絶対飛びますから。飛びます、飛びます、何が飛びます、犬飛びます、二日酔いが、言うと思ったんですよ。二日酔いですよ。あ、二日酔いが飛ぶのね。記憶が飛ぶとか、いやいや、飛ぶ記憶はもうお酒飲んだ時に飛んでますから。お酒飲んで十分飛んでるんで。あ、飛んだことあります？いつも飛ぶときありますよ。いつも飛ぶときあります。でも結構平常心で香り出ないんで、でもね、めちゃくちゃこうなんていうのか、こうね、健康というか、本当ですかね、ハイブ輸血、素晴らしい、素晴らしいです。でもそんな失敗談なんかなかなかこうトーク番組じゃないと話せないじゃないですか。そうなんです。なんか演奏してて、実はね、ハイブ輸血がいいんですよみたいな言えないじゃないですか。なんかこんな応援歌やっててハイブ輸血とか言ったらなんか合わないですね。ああ、そうかそうか、パラスポーツ応援歌で歌って、ハイブ輸血とか言ってたらね。でもね、やっぱりミュージシャンの方ってね、飲む方が多いので、確かにですね。でも今度はミュージシャンの考えてきたりょうさんとかにも、はい、ぜひハイブ輸血を、ハイブ輸血を教えてあげて、押してトイレの上に乗っからなくなって、この子絶対、なんかね、トイレの上に、トイレの屋根の上に寝てたっていう逸話があるんですけど、その方はトイレで、トイレの公園のトイレの上に、それで背中から落っこってると、背中が痛かったと。いや、ちょっと切ない話ですね。でもやっぱりミュージシャン仲間ということでね、お伝えしておきます。人には、そうですね、飲む人には、ハイブ輸血ね、ハイブ輸血ですね、はいはい、そのやっぱこのちょうど肩甲骨の間ぐらいですね、から押していくと、で押してこう押していくと、はい、飛びます、飛びますね、飛びます、飛びます、記憶じゃないけど、ね、あ、記憶じゃない、お酒が飛ぶというか、二日酔いのこの油分が飛んでいくということですね。すごいいい情報さえ、でもそうですよね、そういうのはやっぱりこうツボとかね、やってやってると面白いで、ね、で実際自分が酔っ払って生徒さん使ってそうやってるから実感できるでしょ。食券乱用ですね。食券乱用出ました。はい、はい、でもね、いい食券乱用ですね。それはね、実地でこう訓練できるしっていう、ちゃんと二日酔い、ね、飛ばしてから教えるのは大事ですからね。あ、そうです、まあ、あ、それすごい大事ですね。なんか切り臭いような気がしますか。僕だけですかね、なんかそんなように聞こえたのは。いやでも楽しいですよね。でもそんな雰囲気なんですか、その学校自体。まあ、だから腐ってるって言われちゃったりする、ね、あ、
そういう、ね、そっかそっか、そういうこうフランクなんですよ。でも、でも生徒さんからしたら、うんうん、そんなね、そこまでフランクだったらすごいね、もうなんか ね、楽しく喋って、世間話しながらね、いつになったら授業するのって言われちゃったり、いやいや、でもそれもすごいいいですよありますし、はい、まあまあたくさんお聞きしたいんですが、すごいたくさんありますけれども、はい、時間がそろそろ、はい、来てしまいまして、はい、じゃあ番組の広告ということで最後、はい、締めていただければ、最後に、はい、ですね、はい、番組持ちましょうか、はい、応援部会をしております、はい、あ、こっちだ、はいはいはい、であとははい、アズーリ FM はインターネット型テレビラジオです。見て聞いて参加できる放送局なので、ぜひこちらメールアドレス記載ありますので、メールぜひお願いします。はい、皆さん、はい、興味ある方はよろしくお願いいたします。はい、ます、はい、では最後にカメラに向かってりょうたさん手を振ります。はい、はい、では皆さんさようなら、はい、ありがとうございます。